筋肉には肩や腕、背中などいろいろな筋肉がありますが、最も人気なのは大胸筋だと思います。特に男性にとってはこの筋肉を鍛えて厚みを作ることは理想であり、この筋肉を鍛えていない人はかなり少ないんじゃないでしょうか。しかし人気の部位だからこそ正しい鍛え方ができている人っていうのはそう多くありません。この動画では科学的な文献、そして博士のインタビューなどを参考に、おすすめの大胸筋の鍛え方について紹介します。多くの人の大胸筋トレーニングのやり方が変わる動画ですので、ぜひ最後まで見ていってください。最初に解剖学的な大胸筋の筋肉の働きについて紹介します。この動画の内容を理解していても、解剖学的な動きを知らなければ情報をトレーニングに活かせられなくなってしまいますので、必ず大胸筋がどんな働きをするのか、どんな動きが必要なのかは理解しておく必要があります。大胸筋は3つに分けられることが多いです。大きく分けると2つではありますが、胸骨から伸びているスターナルヘッドは広いため、ある部分は上から下、そしてある部分は真横に伸びているため、この部分をチューブと下部に分けることもあります。大胸筋の上部は腕の付け根から鎖骨に向かっています。下から上に伸びていることからも分かる通り、腕を下から上に持ち上げる運動がこの筋繊維にとって最も適した運動です。肩の屈曲という腕を上に持ち上げる運動で強く活性化します。チューブは真横に伸びている筋繊維であるため、伸ばした腕を真横に閉じるような運動、そして下部は上から下であるため、大胸筋上部とは逆、上から下にウエイトを引っ張るようにすると大胸筋の下部の筋繊維にとって理想的な動きであり、強く働きます。意外と重要なのが、大胸筋上部と下部の運動は逆に近いということです。上部は腕を上に上げることで強く刺激されますが、下部はその反対で腕を下に下げることで活性化されているということです。当たり前ですが、これが結構動画の途中で重要になるので忘れないでください。もう一つ重要で、大胸筋について昔からある解剖学的な情報として、この筋肉の内側と外側についてです。よくある情報としては、収縮部分で内側は成長するから、プレートを挟んだプレスだったりフライで大胸筋内側が成長すると言われています。なのでダンベルフライやケーブルのフライの収縮部分を重点的にやる人も多くいます。確かに内側と外側は外見的にも違うように見えます。人によっては全体的に成長している人もいますが、内側と外側でギャップがあるように見える人もいます。実際に筋トレの初心者の方から内側の鍛え方についての相談をもらうこともあります。この大胸筋の内側と外側の鍛え分けができるのかという情報について、フィットネスの科学者であるメノヘンゼルマン博士はインタビューで答えています。 Yeah, I don't think there's much difference. We don't have a lot of research on this. But purely anatomically speaking, like the fibers run pretty much their entire direction. So you're, I mean, there is some evidence for regional differentiation and muscle fibers that don't plan across the full length of the muscle. I'm not sure if that evidence also exists for the pec specifically.Because they're not, you know, the muscle fibers aren't that long. I think it's mostly in the hamstrings that we see that. 確かに実際に筋肉の外側と内側の筋肥大効果や筋肉の活性化が異なることを示す研究がいくつかあるようです。例えば2021年の5月に発表された研究では、筋肉の局所性が存在する可能性を示しています。この研究では被験者をレッグエクステンションとスミスマシンスクワットの2つのグループに分けて下半身トレーニングを行わせました。その結果、驚くことにスミスマシンのスクワットグループは外側広筋の中央部分のみを優位に成長させました。このように筋肉の局所性を実現させた研究はまだ数は少ないですが、いくつか見つかっています。しかしながら、この研究ではなぜスミスマシンのスクワットが外側広筋の中央部分のみを成長させたかは不明であり、加えてメノヘンゼルマン博士はインタビューで言っていた通り、局所性というのはハムストリングスのような筋繊維が長い部位で起こることであり、大胸筋のような筋肉が短い部位は内側外側で大きな差はないと話しています。加えて収縮が内側と当たり前のように言われてきましたが、先ほどの研究では可動域ではなくレッグエクステンションとスミスマシンスクワットで局所性が見つかりました。つまり内側外側を狙う方法も実際はよく分かっていません。博士はインタビューで追加して答えていますが、
収縮部分は内側という人のほとんどは単純にパンプが欲しいだけと答えています。そのため内側についての情報をまとめると、今の科学的なデータを見ると基本的には内側外側は無理です。ただ下半身のような筋肉が長い部位ではいくつか研究データが見つかっているため、可能性はゼロではないことは確かです。ただ大胸筋といった上半身の筋肉は筋肉が短いため、内側外側は鍛え分けできないと考えた方が圧倒的に自然です。そしてたとえ局所性があったとしても、可動域のうちどの部分が内側に効いているかは不明であるため、皆さんにできることはあまり多くありません。収縮部分が内側という人もいますが、科学的なデータに基づいた鍛え方ではなく、ただパンプして大きく見えているだけに過ぎません。最新の科学的なレビューでは、広い可動域とストレッチポジションが筋肥大に重要と示されているため、内側は収縮という情報を信じて収縮部分を集中してやると、ストレッチと可動域を殺すことになります。これは筋肥大効果が大きく低下するため、内側外側どころか大胸筋自体が成長しなくなります。そのため大胸筋を鍛えるときは上部、中部、下部の3つだけ意識すればいいです。大胸筋チューブは筋繊維が真横に伸びているため、肩関節の水平内転で主に活性化されています。大胸筋すべてはある程度下から上に伸びていたり、上から下に伸びていたりしますが、横方向に走っているため、水平内転のように腕を肩の高さに持ち上げて内側に閉じることで大胸筋全体が活性化されます。この部位を重点的に鍛えたいときは、フラットのギロチンベンチプレスだったり、マシンのフライであったり、腕を下げたり上げたりせずに横方向の運動に集中すると、上部や下部に逃げるのを防ぎます。大胸筋上部も中部同様横方向に伸びていますが、脇の下くらいから鎖骨に伸びている筋肉であるため、水平内転に加えて肩関節の屈曲をすることで大胸筋上部の活動は強くなります。大胸筋上部の筋肉の活動とベンチ台の角度を調べた研究では、ベンチ台の角度0度よりも角度をつけることで大胸筋上部の活動が強くなっていることがわかります。大胸筋上部の活動は肩関節の屈曲によって強くなるため、角度をつけることでプレス動作に屈曲が追加されます。加えてベンチプレスの手幅との関係を調べた研究では、ナローグリップにすることで大胸筋上部の活動が強くなったことを示す研究があります。これはナローにすることでベンチプレスのスタート位置がより下方向になるため、肩関節の屈曲が強くなるためです。他にもリバースグリップにすることで大胸筋上部の筋活動が増えたことを示す研究もありますが、全ては肩関節の屈曲動作が加わることによる影響です。大胸筋の下部については、腕を上から下に下ろす内転動作によって活性化されています。下に引っ張るケーブルのクロスオーバーだったり、リップスのような下にプッシュする運動でアクティブになります。ブレッド・コントラレス博士の筋電図分析では、リップスが大胸筋下部を最も刺激することが示されています。またチューブと下部は完全に分かれているわけではないため、筋肉の活動も似る傾向にあります。大胸筋下部のためのデクラインプレスをする人も多いですが、科学的な筋電図分析によると、ベンチ台の角度0度とマイナス15度のベンチプレスでは大胸筋下部の活動が変わらなかったことを示しています。そのため、フラットなベンチプレスのみで大胸筋下部も十分に成長してくれる人も少なくはありません。スポーツサイエンティストのマイク・イズラテル博士は、大胸筋トレーニングにはフラットな角度のついていない水平プレスと、フライのようなアイソレーション種目、そして大胸筋上部を狙ったインクライン種目を筋トレメニューの中に取り入れるべきだと主張しています。ただし、メノヘンゼルマ博士は、大胸筋上部を狙ったり下部を狙ったりするのは大胸筋の発達において非効率的な場合があると話しています。実はベンチ台に角度をつけてプレスを行ったり、上部狙い、下部狙いをすることにはデメリットがあります。それは狙った部位以外の筋肉の大幅な活性化の低下です。博士がインタビューで話しているのは、インクラインは大胸筋上部を鍛えているというよりも下部を鍛えていないという言い方の方が正しいと話します。例えばベンチ台の角度と大胸筋3つの部位の活性化を調べた研究では、30度までは角度が強くなるにつれて大胸筋上部の活動が強くなることを示しています。しかし、同時に中部や下部も大幅に低下していることが皆さんわかると思います。ベンチ角度が30度の時、大胸筋上部の活動はピークですが、
下部と中部は半分近くの数値になっています。この時上部の活動が何倍にもなっていればいいですが、数値を見ると元の数値から10から 20% 程度しか増えていません。その他の研究でもインクラインのベンチプレスはフラットなものよりも 5% 程度しか大胸筋上部の活動率を増加させられないことが示されています。つまりメノヘンゼルマン博士が言いたいことを簡単に言うと、大胸筋上部の活動をちょっと増やすためだけに下部と中部が大幅に落ちているため、メリットよりもデメリットの方が強くなります。先ほど紹介したインクラインプレスは大胸筋上部を鍛えているというよりも下部を鍛えていないという表現の方が適切、というのは上部の活動率の上昇よりも下部の低下の方が大きいからです。なので結局のところ、大胸筋上部を狙ったり下部を狙って大胸筋を全体的に発達させるというよりも、水平のプレスとかフライを集中的にやった方が大胸筋全体が活性化されているため、筋肥大にとって結果的に効率的なんじゃないかということです。もちろんセットのすべてを、大胸筋のトレーニングのセットすべてを水平のプレスにする必要はありませんが、インクラインのプレスなどは必要最低限にして、メニューの大部分は水平内転のみを使ったトレーニングをしましょう。そしてもう一つの筋肉の成長にとって超重要な大胸筋トレーニングの可動域について、メノヘンゼルマン博士はダンベルのベンチプレスをかなり重い重量でやっている人のフォームを見てみると、肘が体と同じ高さになったら終了していて、多くの人は広い可動域でトレーニングしておらず、重量をもっと落としてウエイトを下に下げた方が筋肉が成長する可能性が高いと話しています。マイク・イズラテル博士も、本当に大きな胸が欲しいならエゴは捨てて重量を落として大胸筋をストレッチさせるべきだと話しています。これは先ほど話した通り、膨大な科学的なデータをまとめた最新のレビュー研究で、筋肥大には広い可動域とストレッチが重要と示されているため、重量を落として広い可動域でプレスを行うことは非常に理にかなっています。確かに30キロとか40キロのダンベルベンチプレスを行っている人のフォームをよく見てみると、しっかりと下まで下げている人は非常に少ないです。すべてのトレーニングはできるだけウエイトを下に下げましょう。肘が体よりも下になっていて、ダンベルがだいたい自分の大胸筋と同じ高さになるくらいまでウエイトを下げて大胸筋をストレッチさせます。このやり方だと多くの人にとっては20キロ程度のダンベルで十分です。重量ではなく可動域を優先させた方が筋肥大効果は間違いなく高くなります。大胸筋のおすすめの筋トレメニューの組み方について紹介します。セット数は1週間で15セット以上行うのがおすすめです。大胸筋を集中的に鍛えたい人は30セット程度行うことを意識してみてください。ただし初心者の人はそんなにセット数は必要ないので、週に5から10セットあれば筋肥大効果は最大になります。頻度については、最新の科学が頻度が高いほど成長する可能性が高くなると示されているため、できるだけ高頻度で大胸筋は鍛えるのがいいと思います。大胸筋のような大きな筋肉は回復に数日かかるなどよく言われていますが、それは科学的なデータに基づいた情報ではありません。最新の回復についての研究は、高頻度でトレーニングすることでボリュームが分割されるため、低頻度よりも回復能力が高いことを示しています。高頻度イコール回復できないとか、この筋肉はダメージが深刻だから毎日筋トレしてはいけないというのは正しくないと思います。大胸筋を鍛えるときは、メニューの大部分を水平のプレスとかフライを採用しましょう。総合的に見ると、フラットのベンチプレスを使ったり、傾斜を使わずに水平内転に絞ったトレーニングの方が大胸筋を効率的に発達させる可能性があります。結局のところ、筋繊維が上に向かっていたり下に向かっていたりありますが、共通しているのは横方向にも伸びているため、水平内転でも大胸筋全体は十分に刺激されているからです。ただし現在進行形で大胸筋上部とか下部が成長していなくて、筋肉のアンバランスを感じている人は足りない部位を狙った種目が必要になりますし、全ての種目を水平内転のみのものにする必要は僕もないと思います。特定の部位を狙う時のポイントとしては、ベンチ角度を少しだけ変えるようにしましょう。インクラインプレスを例にすると、この研究でベンチ角度15度では大胸筋の活動は全体的にまとまっていることがわかります。なので上部が足りないと思う人は、ベンチ台をほんの少し上げたぐらいの角度でトレーニングすると、中部や下部を損なうことなく上部の活動をフラットベンチプレス以上に上昇させることができます。ケーブルのクロスオーバーでも、下すぎる位置とか
高すぎる位置からスタートさせずに、自分の大胸筋と同じ高さ、もしくは下部、上部を狙いたい人は、それよりも10センチくらい高低差をつける程度から始めて、肩の屈曲とか内転は少しだけの方がおすすめです。具体的なイメージとして、8割程度は角度のない水平内転に集中したトレーニングを選びましょう。プレスでもフライでも構いません。ただメノヘンズルマ博士も言っていますが、ダンベルのフライっていうのは人間の動きと抵抗曲線が一致していません。上部ではほとんど負荷がないのは皆さんわかると思います。なのでフライの場合はケーブルとかマシンが最も理想的です。家トレをしている人とかケーブル、マシンがない人はゴムチューブを使ってやるのがおすすめです。この道具はそんな高いものではないですし、家トレの人は揃えた方がいいと思います。大胸筋上部のトレーニングがしたい人は週に1種目程度、大胸筋のセット数全体の1から2割くらいはインクラインプレスなどを取り入れるのはいいと思いますが、角度をつけすぎないでください。特に上部は三角筋全部に負荷が逃げるので、ベンチ角度や肩関節の屈曲範囲は最小限にするのがおすすめです。可動域は決して妥協せず、筋肉にストレッチがかかるまでウエイトを下に下げて、フィニッシュでは筋肉を十分に収縮させます。広い可動域を意識しながら種目などを選んでください。内側を狙うために収縮範囲を重点的にやっても大胸筋は成長しないので、結果的に内側も成長しません。